再び都道奇跡、ジャクソンとナンバーアンダーラインアイの電撃再共演。ジャックとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションが来年7月に開催されるというニュースに、日本のファンは熱狂している。ジャクソンとナンバーアンダーラインアイの再共演が来年の7月に予定されているというニュースは、日本のファンたちを歓喜させました。彼らの初共演は、アメリカのコーチェラ音楽祭で実現し、 多くのファンにとって待ち望んだ瞬間となりました。そのパフォーマンスは大きな話題を呼び、ステージ上のエネルギーと完璧なコンビネーションは観客を圧倒しました。ジャクソンとナンバーアンダーラインアイはステージ外でも非常に親密な関係を築いており、その友情は多くの写真やビデオで確認できます。コーチェラでのステージ裏では、ジャクソンがナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを支える姿が見られました。 彼はナンバーアンダーラインアイに対して多くのアドバイスをし、共にリハーサルを重ね、自信を持って舞台に立たせるために尽力しました。これにより、ナンバーアンダーラインアイはその才能を存分に発揮し、アメリカの多くのチャートで名前を挙げることができました。また、ステージ上でのエピソードとして、ジャクソンが平野ーとの柔軟性対決を挑んだ場面がありました。結果的にジャクソンが勝利しましたが、 その理由は平野章の腹筋があまりにも鍛えられすぎていたため、柔軟性に劣ってしまったからです。このような楽しいエピソードも、二人の関係をさらに興味深くしています。コーチェラ後、二人はそれぞれの活動を始めましたが、互いのサポートは続いています。ナンバーアンダーライン愛のファンは、ジャクソンの MV の視聴数を増やす努力を惜しまず、 ジャクソンもまた、ナンバーアンダーラインアイの新作 MV にコメントを寄せるなど、積極的に応援しています。そして、6月2024年には、再び二人が共演するイベントが予定されています。これはステーションヘッドというプラットフォーム上で行われ、多くのファンが視聴することが期待されています。このイベントでは、ナンバーアンダーラインアイとジャクソンの他にも、 レイ・アンダーライン・後ファイアーワークスや白・アンダーライン・ブルーなどのアーティストも出演予定です。このコラボレーションは、再びファンを盛り上げること間違いありません。ジャクソンとナンバー・アンダーライン・アイの関係は、単なる共演だけでなく、深い友情に基づいています。それはステージ上のパフォーマンスだけでなく、日常的なサポートや励ましにも現れています。このような関係は、ファンにとって非常に魅力的であり、 彼らの次なる共演が一層期待される理由です。彼らの活動は単なるエンターテイメントにとどまらず、多くの人々に夢や希望を与えています。二人の共演によって生まれる新しい音楽やパフォーマンスは、これからも多くの人々を魅了し続けるに違いありません。ジャクソンとナンバーアンダーライン愛のステーションヘッドイベントの当日、多くのファンが彼らのパフォーマンスを楽しみに待っていました。 イベントの開始時間になると、オンラインプラットフォームには世界中からの視聴者が集まり、コメント欄は興奮と期待のメッセージで溢れていました。彼らの初共演の感動がまだ鮮やかに記憶に残る中で、再びその瞬間を迎えられることに、ファンたちは一様に高揚していました。イベントのオープニングでは、二人が並んで登場し、過去の共演を振り返りながら、これまでの支え合いや友情について話しました。 ナンバーアンダーラインアイは、ジャクソンの教えや励ましがなければ、コーチェラであのようなパフォーマンスができなかったと感謝の意を述べ、視聴者の心を温かくさせました。パフォーマンスが始まると、その圧倒的なエネルギーと完璧なコンビネーションに視聴者は釘付け家となりました。新曲や既存のヒット曲を含むセットリストは、観客を一瞬たりとも飽きさせず、まるでライブ会場にいるかのような感覚を味わわせました。 特に彼らがコラボレーションした新曲は驚きと歓声を持って迎えられ、その一体感はスクリーン越しでも強烈でした。その中でも特に印象的だったのは、ジャクソンがナンバーアンダーライン愛に対して再び挑戦を持ちかけた瞬間でした。今回はダンスバトル形式で、二人の息ぴったりの振り付けと即興が交互に展開され、そのクリエイティビティと技術に視聴者は圧倒されました。そして、 勝者が決まることなく、彼らは笑顔で抱き合い、友情と尊敬の象徴として、その場を締めくくりました。イベントのエンディングでは、再び二人が並んで視聴者に感謝の意を示しました。彼らは、このような機会を与えられ、世界中のファンとつながることができる喜びを語り、視聴者に対してメッセージを残しました。また、今回のイベントの収益の一部が事前活動に寄付されることが発表され、 その社会貢献の姿勢にも多くのファンが感動しました。このステーションヘッドイベントは、ジャクソンとナンバーアンダーライン愛の絆を一層深めるとともに、ファンにとっても忘れられない一日となりました。彼らが互いに支え合いながら成長し続ける姿は、ファンだけでなく、音楽業界全体にとっても大きな刺激と希望を与えるものです。この成功は、今後ますます二人の共演が期待される理由の一つです。 彼らがもたらす新しい音楽やパフォーマンス、そしてその背後にある友情と尊敬の物語は、これからも多くの人々を魅了し続けることに違いありません。そして、その次なる共演がどのような形で実現するのか、誰もが目を離さずに見守るでしょう。ジャクソンとナンバーアンダーライン愛の次なる共演が告知されるやいなや、ファンたちは再び期待と興奮に包まれることになります。 彼らの共演は単なるエンターテイメントにとどまらず、その背後にある友情や尊敬の深さが多くの人々に感動を与えています。それぞれがソロ活動で見せる個性と才能が合わさることで、予想もつかないシナジーを生むのです。次のステージでは、一体どんな新しい展開が待っているのでしょうか。これからのイベントに向けて、彼らの準備は念入りに進められます。 ジャクソンは自身の持つ広い音楽的視野を活かし、ナンバーアンダーライン愛と共に新たなコンセプトを練ります。二人は定期的にリハーサルを重ねる中で、それぞれのアイデアをぶつけ合い、最適なパフォーマンスを追求します。この過程は決して楽なものではありませんが、彼らにとっては非常に充実した時間であり、一つ一つの試行錯誤が大きな成果につながるのです。次に予定されている共演は、 規模も内容もさらに進化するとされています。新曲の発表や既存の楽曲の再解釈、さらには独自のパフォーマンスアートを取り入れることで、視覚的にも聴覚的にも一新されたステージを提供する予定です。彼らの目指すのは、ただのコンサートではなく、一種の総合芸術として観客に驚きと感動を与えることです。また、この共演によって生まれる新しい音楽やパフォーマンスは、 彼らの個々の才能と相まって新たなクリエイティブなエネルギーを生み出します。ジャクソンの音楽的な多様性とナンバーアンダーライン愛の独自のスタイルが融合することでこれまでにない新しいサウンドが生まれるのです。さらにファンとのインタラクティブな要素を取り入れることでイベント全体がより親密で特別なものとなります。彼らはファンとの絆を深めるために イベント中にライブ Q&A セッションやファンアートコンテストを開催する予定です。これにより、ファンは自分たちがイベントの一部であることを感じ、一体感がさらに強まります。彼らの友情と音楽に対する情熱は、ファンにとって大きなインスピレーションとなっています。ジャクソンとナンバーアンダーライン愛が互いに支え合い、共に成長し続ける姿は、多くの人々に夢と希望を与えるのです。 彼らの共演は、ただの音楽イベントではなく、ファンとアーティストの心が一つになる瞬間を作り出すのです。